2012-2013ISU グランプリシリーズは2012年にアメリカ、カナダ、中国、ロシア、フランス、日本で開催された一連のフィギュアスケート競技大会の総称2012から2013シーズンの ISU グランプリシリーズアメリカ、カナダ、中国、ロシア、フランス、日本各国開催の6大会及び決勝大会である ISU グランプリファイナルで構成される。国際スケート連盟が企画し、各国のフィギュアスケート競技統括団体が運営に当たった。前シーズンの国際競技会成績などにより、選抜された選手が出場し、男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。グランプリファイナルは ISU ジュニアグランプリファイナルと同時開催された。スケートアメリカ、スケートカナダ。 中国杯、エリック・ボンパール杯、ロス・テレコム杯、NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会の6、大会については、前年度の世界選手権の上位者、ISU 世界ランキングやシーズンベストスコアの上位選手などが出場資格を獲得する。また、ペアでも今シーズンにより、ジュニアグランプリシリーズと並行して出場することは不可能となった。 出場のためのミニマムスコアが設定されており、2012年世界選手権の優勝者の3、5のスコアとなっている。スケートアメリカから NHK 杯までの6試合の順位に応じて選手に得点が与えられ、合計得点上位6選手が決勝大会である ISU グランプリファイナルの出場資格を得る。複数の選手が同点で並んだ場合は最高順位の高い選手が さらに最高順位も同じだった場合は、スコア合計の高い選手が出場資格を得る。上位6選手の中に自体者が出た場合は、獲得ポイント7位以下の選手が繰り上がる。各大会の順位に応じて与えられる得点は以下の通り。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス男子シングル女子、シングルペアアイスダンス各大会での成績に応じ、以下の賞金が与えられる。 ありがとうございます。